ドミニカ独立戦争は1844年2月27日から1856年まで、ドミニカ共和国がハイチから独立した戦争。サントドミンゴ総督領として知られていたイスパニョーラ島東部では、クリオーリョが1821年にスペイン植民地政府を転覆していたが、新しく独立したアイチエスパニョール共和国は、翌年にハイチに侵攻され、 イスパニョーラ島は22年間配置のもとで統一された。1844年、ラトリニタリアの船員たちは、エルコンデを配置への反乱の視点に選んだ。2月24日朝、エルコンデにラトリニタリアの銃声が響き渡った。ラトリニタリアの放棄は成功し、ドミニカの軍人たちはその後の10年間で自国の独立を配置から守るために戦った。 フォースターンイコールエリス・ルーク率いるハイチ軍はたびたび、イスパニョーラ島東部の再征服を試みたが、ドミニカ共和国軍は、すべての戦闘で決定的に勝利して、ハイチ軍の試みをくじいた。1844年3月、ハイチ軍3万が二手に分かれて、ドミニカ共和国に侵攻したが、裕福な牧場主であるペドロ・サンタナ将軍率いる。 装備不足の軍勢に撃退された。その4年後、ドミニカ共和国は小型戦隊でハイチ沿岸の村を攻撃しつつ、南から陸路で援軍を派遣、さらに英物による海上封鎖によりハイチ工程に即位したスールークは1年間の休戦に同意せざるを得なかった。戦闘が最も激しくなった1855年。 県しか装備ていなかったドミニカ共和国の非正規軍は3つの戦線すべてで配置軍を配送させた。ホセヌニエス・デカセレス1800年代初期、新大陸におけるスペインの権力の中心地だったサントドミンゴ、植民地は衰退の極みだった。この時期のスペイン本国は半島戦争の過中にあり、植民地でもイスパのアメリカ独立戦争の最中である。 スペインの資源が各地に散らばっている状態では、サントドミンゴが無視され、この時期のサントドミンゴは、エスパーニャボバ時代と呼ばれている。当時、サントドミンゴ植民地の人口は約8万人でその大半が白人と、夕食自由民だった。サントドミンゴのプランテーション経済が繁栄したことはなかったので、黒人奴隷の比例が近隣のサンドマよりはるかに低かった。 サンドマの奴隷の人数は、ハイチ革命で独立する直前には100万人近くに、上った。当時のハイチは、経済的でも、軍事的でもイスパニョーラ島東部にあたるサントドミンゴ、植民地より強力で、人口も8倍から10倍多いと、ハイチ革命までは、西半球最も裕福な植民地であった。ドミニカの軍部は、ハイチの富と権威に引き付けられ、 ハイチ大統領ジャンピエール・ボアイへの下で政治の安定を目指して統一に同意した。しかし、ハイチ政府の失勢、軍事上の紛争、そして経済危機により、ハイチ政府は人気を失い、ラトリニタリアと呼ばれるサント・ドミンゴにあるドミニカの秘密結社もあって、ハイチによる占領の終結は早められた。1821年末、 ホセヌニエスでカセレスは、サントドミンゴの大コロンビアへの加入を宣言した。司会、ドミニカのエリート層が特権を維持するために、社会のヒエラルキー、土地所有権、奴隷制度を保持しようとしたため、2ヶ月後には大コロンビアへの加入が失敗に終わった。ハイチの村と統治者、ジャンピエール・ボワイエ。ハイチ大統領ジャンピエール・ボワイエが3度、サントドミンゴを侵攻したが、 以前の信仰の経験から抵抗にあった。それでも1822年時点のハイチの人口が、ドミニカの人口の8倍など軍事力が圧倒的だったため、ハイチが勝利した。1822年2月9日、ボワイエは正式にドミニカ州とサントドミンゴに入場した。ヌニエスはボワイエを歓迎して、彼に王宮の鍵を渡した。ボワイエは続いて、 私は征服者として入場したのではなく、住民の意思で入場したと宣言した。これにより、イスパニョーラ島は、ティブロン岬からサマナ岬まで一つの政府が保有したこととなった。やがて、ハイチ政府が全国で岸井不人気になった。ドミニカの住民は、ハイチ政府の無能さに苛立ち、政府から強いられた重税に苦しんだ。さらに、フランスから独立する代償として莫大な、 賠償金を強いられたため、厳しい経済危機に陥った。ハイチは賠償金を支払うために莫大な借款を抱えることになり、多くのハイチン法を生み出す結果になった。ラトリニタリアの会合。1838年、知識階級の民族主義者、フアンパブロデアルテは、 マテアスラモン・メリアとフランシスコ・デル・ロサリオ・サンチェスと共に、ラ・トリニタリアと呼ばれるレジスタンス運動を開始した。ラ・トリニタリアと名付けた理由は、成立当時の成員9名が3人組に分けられたためである。3人組は、独立した組織として、秘密厳種で成員を増やした。さらに、配置当局の監視の目から逃れるために、組の間はほとんど連絡を取らなかった。ラ・トリニタリアは、 多くの声員を募集したが、やがて露見したため、ラフィラントロピカと名前を変更せざるを得なかった。このレジスタンス組織は、ドミニカ人で構成されたハイチ軍にコレンタイの支持を得た。1843年、ドミニカの革命は突破口を見つけた。ラトリニタリアが、ハイチの自由派政党と共に、ボワイエ大統領を追い落としたのである。しかし、 ボワイエの後任であるシャルル・リビー・コール・エラールは、ラ・トリニタリアが追い落としで果たした役割に気づき、ラ・トリニタリアの生員の一部を投獄、ドゥアルテに亡命を敷いた。ドゥアルテはこれを機に、コロンビアやベネズエラで支持を集めようとしたが失敗した。一方、リビー・コール・エラールはムラートでありながら、ポルト・プランスでの黒人反乱に直面した。ドミニカ人のコレンはこの時、エラールが、 反乱鎮圧に派遣した軍に含まれていた。1843年12月、反乱軍は陰謀の露見を恐れて、ドゥアルテに帰国を求めた。しかし、病気により、ドゥアルテが1844年2月になっても、帰国しないでいたため、反乱軍は、ロサリオ・サンチェス、ラモン・メリアと裕福な牧場主であるペドロ・サンタナを指導者として放棄した。サンタナは、 エル聖母出身で、自分の農場で働いていた、ペオンで構成された紙幣を率いた、フアンパブロ・ドアルテ。一時政府の首脳部で、軍も率いていたが、機質が、指導者のそれに合わず、ホセ・マリア・インベルトと交代で更迭された。ラトリニタリアの指導者の一員、フランシスコ・デル・ロサリオ・サンチェス。ラトリニタリアの指導者の一員、マティアス・ラモン・メリア。しかし、やがて政権を、 ペドロ・サンタナに奪われて失脚した。1844年2月27日、ドミニカ人約100人がサント・ドミンゴのプエルタ・デル・コンデ要塞を奪取。ハイチの中流軍は翌日に降伏した。ハイチ軍はイスパニョーラ島の西側に撤退しつつ、略奪したり放火したりした。メリアは新生ドミニカ共和国の臨時フンタの市長に就任した。3月14日、 ドゥアルテはようやく病気療養を終えて、帰国、歓迎を受けた。ハイチ軍の指揮官、シャルルリビーコールエラールは3個渋滞、合計3万人を派遣して、ドミニカの放棄の鎮圧に当たった。エラールは、南部では3月19日に、アスアで、ペドロ・サンタナ率いるドミニカ軍に阻まれ、北部では、ジャンルイ・ピエロ率いるハイチ軍1万5000がサンティアゴを、 攻撃したが、ホセマリアインベルト率いるドミニカ中流軍に撃退された。ハイチ軍は撤退しつつ、各地で牢石を働いた。一方、海では、フアンバウティスタ・マッチオーロ率いるスクーナーのマリア・チカと、フアンバウティスタ・カンビアソ率いるセパラシオン・ドミニカナが4月15日のトロトゥゲーロの海戦で、ハイチのブリガンティン・のパンドラとスクーナーのル・シニフィとラムッシュに勝利した。 1845年6月17日、ドミニカはハイチによる国境襲撃への報復としてハイチに侵攻した。ドミニカ軍は中央高原で2つの町を占領、カシマンで確保を立てた。ハイチ大統領ジャンルイ・ピエロはすぐに軍を動員して7月22日に反撃を開始、ドミニカ軍をカシマンから追い出して国境の向こうに押し返した。 また12月21日には、ドミニカの艦隊が、プエルト・プラタ沖の海戦で、ハイチの小型軍艦3隻を打歩、海員149人を捕虜にした。1849年3月9日、ハイチのホースタンイコールエリス・ルーク大統領が、軍勢1万を率いて、ドミニカ共和国に侵攻した。サンタナは、兵士6000を、徴収。 砲艦数隻の助けもあって4月17日にエルヌメロの戦いで、続いて4月21日から22日にラスカリエラスの戦いで、ハイチ軍を敗走させた。1849年11月、ドミニカのスクーナーが、ハイチ南海岸でアンサピットなどの村を占領した後、略奪、放火した。他には、南西部のダムマリーも略奪、放火した。 1854年末、ドミニカとハイチが再び戦った。11月、ドミニカ船2隻が、ハイチの軍艦1隻を打歩、航行を2つ砲撃した。さらに、ホースタン1隻として、ハイチ帝国の皇帝に即位した、スールークは1855年11月に3個、渋滞、合計3万人を派遣して、略奪しつつ、ドミニカに侵攻した。しかし、 ハイチ軍は数で下回るドミニカ軍にまたしても敗北した。それ以降、ハイチによるドミニカへの大規模な侵攻は起こらなかったが、ハイチが正式にドミニカ共和国の独立を承認したのは1874年のことだった。ありがとうございます。